百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか？ウォー！今日は剣道がなんでオリンピックの種目に入ってないのかっていう話をします。みんな知ってる通り、2020年来年には東京オリンピックがあります。もし剣道がオリンピック種目になりたいんだったら、もうまさに最大のチャンスだったわけです。でも入らなかった。それには相当な理由があったんです。これやっぱり非常にデリケートな問題で、もちろん賛成派もあれば反対派もあるんですよ。だけど僕はやっぱここで思うのは、全部やっぱりね、大人の世界の話になってるんですよね。子供たちは純粋になんで剣道がオリンピック種目に入ってないのって考えて当然なんですよ。僕も子供の頃全く同じこと考えてました。みんな一度は考えたことあると思うんですよ。ねえねえお父さん、いつになったら剣道はオリンピック種目になるの？息子よ、まあまあ待ちなさい。君が大きくなる頃にはきっとオリンピック種目にもなってるかもしれないね。でも実際なってないんでしょ？ならないんですよ。これはやっぱり我々大人が今剣道やってる子供たちに、なんで剣道はオリンピック種目に入ってなくて柔道は入ってるのによ、なんで入ってないのかっていうのを子供たちが納得できるように説明しておく必要があると思うんですよ。まずはちびっこ剣士の皆さんへ。来年東京オリンピックが始まったら、いろいろテレビでいろんな競技を見ると思うんです。その中で柔道がやっぱりあるのに、なんで剣道がないんだろうって絶対みんな思うと思うんです。オリンピック種目になるっていうことは、いいことと悪いことと両方あるんですよ。これら両方ひっくるめた上で、剣道と柔道どちらも武道なんだけど、柔道はオリンピックへ行く道を選んだんです。で、剣道は今のところね、オリンピックへ行かない道を選んだんです。そしてそのオリンピック種目になるいいこと悪いことっていうのは、この動画の後半でお話しするんだけど、一つだけ安心してほしいのは、まあたとえね、テレビで柔道みたいにオリンピックでこう見ることが、剣道はないんだけど、それはちょっと残念かもしんないけど、その代わりみんなにはオリンピックよりももっとかっこいい大会っていうのが剣道の世界にあるんですよ。その大会っていうのは毎年京都で5月に開催される全日本剣道演武大会っていうのがあるんです。そしてこの全日本剣道演武大会は、なんとオリンピックよりも始まったのが古いんですよ。オリンピックは1896年にギリシャのアテネが第1回、そして、全日本剣道演武大会は1895年に第1回が行われたんです。1年早いんですよ。そして会場だってすごいですよ。オリンピックみたいに大きい会場で花火がドンドンじゃないけども、京都の今から120年前に建てられた武徳殿っていう綺麗な建物の中で剣道をするんですよ。そしてこの演武大会の中では3000人も参加者がいるんだけど、もう超すごい先生の試合も見ることができますし、剣道対薙刀っていうのもあったりするし、居合の演武っていうのもあったりするんですよ。そしてここからが一番みんなに聞いてほしいところなんだけど、オリンピックっていうのは出るのすごい大変じゃない？まあまあ数人っていう感じだよね。だけどこの全日本剣道演武大会っていうのは、みんなが剣道を続けていれば大人になった時に出ることができる大会なんですよ。この大会の出場資格っていうのが、全日本剣道連盟に所属してあること、そして剣道連士六段っていう称号を持ってることなんだよね。これはきっとみんな頑張って将来剣道を続けていれば絶対取れると思います。だから来年みんなテレビつけてオリンピックやってる、でも剣道やってない、でも全然がっかりする必要ないから、剣道には剣道のもっとすごい演武大会っていう大会があるから大丈夫。まずその賛成派の意見として、選手の気持ちはどうなのかっていうの、これね、まあ、剣道じゃないんだけど柔道観戦マニュアルみたいなのをこの間買って読んでたら、なんと100人の選手にアンケートを取ったら、そのうちの68人があなたが一番考える価値のある大会はオリンピックって考えてるんですよ。これはなかなかの数字だよね。そして賛成派の一つ目の意見としては、やっぱり競技人口を増やそうって話だよね。まあオリンピックの種目になってテレビでガンガン放送されるようになれば、きっと他のスポーツと同じように剣道をやる人が増えるに違いないと、そういう考えです。そして2番目は、もう剣道自体がもう国際化しちゃってるよね、世界に広まってるよね、だからスポーツの平和の祭典であるオリンピックに出たらどうだろうって、こういう考え方ですね。これもごもっともな感じします。そして3番目はやっぱり銭の話ですわ。現実問題として、やっぱり企業の名前を背中につけて胸につけて剣道したら、それだけ広告になっていいんじゃないのって話だよね。実際柔道だと国際大会で賞金が出るんですよ。例えば世界選手権だと1位の人にはだいたい280万円ぐらいの賞金が出てるんですよね。こんな感じ。
そしてここからが反対意見なんだけど、第1はそもそも剣道がオリンピックと馴染まないっていう考え方なんだよね。それは剣道自体が日本の文化でありすぎるからなんですよ。例えば道場を入る時の神前の礼、まあ相互の礼もそうでしょ。一本取った後のガッツポーズしちゃダメよとか、防具もそうだよね。剣道着、袴には5本の折り目があって、これ全部一個一個に意味がありますとか、腰板にも意味があります。この辺ひっくるめてもう日本の伝統文化の色合いが濃すぎるんですよね。それで例えばオリンピックになるとしたら、我々日本人はそれわかるんだけど、外国の人、全然文化が違う人でもそれをできるようにやらないといけないわけじゃない。で、その時にそういう伝統文化の部分をみんなこう端折って、もういやそれもなくていいよ、なくていいよってやっちゃっていいのって話なんですよ。そうすると剣道が剣道じゃなくなっちゃう、変わっちゃう、違うものになっちゃうっていうのが反対派の第一の意見なんです。そして日本人にしかわからないところはもうやめて、やめて、外国の人でも誰が見てもわかるように変えていく、ランキング制にする、ポイント制にする、そうやって変わっていったのが柔道なんですよ。そして2番目の反対意見っていうのが、結果主義というか、もう勝った人が一番だっていう考えが、ちょっと剣道とはまたそぐわないんだよね。相手に対する礼儀であったり、その一本の判定であったり、この辺がまたちょっと馴染まないところです。そしてその一本の判定っていうのが特にね、いろんな議論があると思うんだけど、剣道も柔道みたいにビデオ判定入れたらどうだ、でもね、これ当たった当たってないだけ見るんだったらいいんだけど、剣道の有効打突の条件って覚えてる？有効打突は充実した規制、適正な姿勢でもって市内の打突部位で打突部位を刃筋正しく打突し、斬新あるもの。こんなのビデオ判定でどうやって判定するのって話になっちゃうんですよ。でもこれを崩しちゃったら剣道じゃなくなるんだよ。だから難しいわけ。そして剣道では特にね、その何をやっても勝てばいいんだっていう考え方、卑怯な技、時間空気、あいててててとかっていうの、そういうのやるのをね、一番嫌うんですよ。これは恥ずべき勝ちって言うんですよ。要は出せってわけですよ。そして反対権の3番目としては、やっぱりこれまた銭の話なんですよね。まあ、良くも悪くもお金が絡むと良くないこともあると、そういうことですよ。まあ、最後まとめとして、来年のオリンピック、日本で行う、東京である、その最大のチャンスにここに乗っかっていかなかったってことは、それなりのもう剣道そのものが崩れかねないっていう大きい理由があったってことですね。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。